今日もスクープが届いています。いらっしゃいませ。ようこそ芸能スクープ事務所へ。ミルです。霊夢です。マリサだぜ。よろしくお願いします。今日のスクープは塚地消えた真相でございます。塚地さんって懐かしい名前ね。なんていうお笑いコンビだったかしら。トランクドラゴンですね。そういえばさっぱり見なくなった気がするな。今も芸能界を引退はしてないんだろう。今回はなぜ塚地さんがテレビ番組で見かけなくなったのか解説していきます。では早速見ていきましょう。ゆっくりしていってね。塚地さんはフルネームを塚地無我さんと言います。1972年に大阪で生まれ大阪で育ちました。無我さんっていうの？すごくかっこよくてびっくりしちゃった。芸名だと言われても違和感ないんだぜ。彼の名前を芸名だと勘違いしている人も多いのですが、れっきとした本名です。本人も名前を。両親も弟も普通の名前なのに、なんで自分だけ？というフリートークネタにするくらいなんですよ。芸人としては、持ちネタの一つになっておいしいかもしれないな。実は塚地という名字も、もともとは高知県にしか存在しない、全国でも10県あるかないかという珍しい名字です。あれ、塚地さんって大阪出身って言わなかった？塚地さんのお父様が高知県出身なんですよ。なるほどな。字面だけ見たらそんなに珍しい名前だなんて思わなかったよ。桃山学院大学を卒業後、大阪の仏壇メーカーである八木県に就職し、ここでは営業を担当しています。最初からお笑い芸人の道に進んだわけじゃなかったのね。働き始めて数ヶ月、当時24歳だった塚地さんはお笑いの夢を諦めきれず、周囲の反対を押し切って退職、上京し人力車のタレント養成所である、スクール GACA に5期生として入所しました。大阪出身なのに吉本興業には行かなかったの？確かに大阪出身の芸人さんといえば吉本みたいなイメージもあるかもしれないぜ。どうして塚地さんがわざわざ上京したのか、実は理由はわかっていません。周囲の反対があったから、思い切って遠くに足を運んだのかもしれないな。そうかもしれませんね。このような経歴の持ち主であるため、芸人を始めた年齢は遅く、塚地さんより年下だけど芸歴は先輩、という芸人さんが多くいます。例えば誰がいるのかしら？北陽さん、アンタッチャブルさん、アンジェシさんなどが挙げられますね。私、その人たちはみんな同期くらいに思っていたぞ。養成所ではシトロンというコンビを組んで活動していた塚地さんですが、なかなか活動はうまくいかず、1996年に解散してしまいます。最初からドランクドラゴンじゃなかったのね。塚地さんは JCA の授業で、講師の話を一人だけ不真面目に聞いていた。鈴木拓さんを見て、一人だけ態度が全然違う、あいつと組んだら面白くなるかも。と思い、シトロン解散と同じ1996年にコンビドランクドラゴンを結成しました。理由がそもそも面白いな。塚地さんは他の芸人仲間からも多く誘いの声があったのですが、それらは全て断って鈴木さんとコンビを組むことを選びます。それだけ鈴木さんに惹かれていたってことだわ。塚地さんは2001年にフジテレビ系列のバラエティ番組跳ねるの扉の、レギュラーになったことがきっかけで、その名前を全国に轟かせることになりました。今でも塚地さんといえば跳ね飛びというイメージを持っている人は多いぜ。それももう20年以上前の話なのね。塚地さんは同時期に名の売れ出した芸人さんの中でも、憑依型のコント師として評価されるようになります。憑依型ってどういう意味？コントによって数々の個性的なキャラクターを演じ分けることができる、まるで俳優さんのような立ち回りをする人のことですね。確かに、いろいろやっていたよな。引き出しも非常に多く一発ギャグもたくさんネタを持っており、多彩な芸人さんなのです。塚地さんといえばこの演じ分けが持ち味と言えるでしょう。独自の武器を持っている芸人さんって、いろんな番組で重宝されるイメージがあるわ。塚地さんはコントの面白さの他に、演技力が高く評価されたことから、2003年には松たか子さん主演の月9ドラマいつも二人でに同僚役で出演します。オファーを受けたってことなのか？そうですね。いつも二人での監督を務めた中江勇さんが、塚地さんのコントをテレビを見たことがきっかけになっています。コントをやっている芸人をスカウトしてドラマ出演してもらったのね。優秀な人材ってどこに転がっているかわからないってことだわ。その後も阿部夏美さん主演の子犬のワルツでは、お笑い芸人としてのイメージとは正反対の悪役、伊藤美咲さんと伊藤淳さん主演の電車男では電車男を励ます男性役など、多様なキャラクターを演じました。本当に器用なタイプだったんだな。塚地さんの俳優としての活躍は続きます。
2006年公開の映画間宮兄弟では佐々木蔵之介さんとのダブル主演に抜擢されました。お笑い芸人が主演に抜擢されるなんて実力が本物ってことよね。この映画の出演をきっかけに日本で権威のあるキネマ旬報、ブルーリボン賞、毎日映画コンクールの3冠映画賞新人賞を受賞しています。仏壇メーカーで働いている時にはそんな栄誉を授かることは想像していなかったと思うぜ。共演した佐々木さんも塚地さんの演技を、塚地さんは味のある演技が本当にいいと絶賛しました。賞も嬉しいけど本業の俳優さんに褒められるのも嬉しかったでしょうね。さらに2007年にはテレビドラマ版裸の大将の主演山下清役に抜擢されます。2009年までに4作品が作られる人気番組になりました。これはかなり話題になったのを覚えているぞ。本当にすごいけど本業はお笑い芸人じゃない？演技の世界に入って苦労したこととかなかったのかしら？芸人と役者の違いに苦労したこともあったようです。例えば最初はリハーサルの違いに戸惑ったようですね。どういうこと？テレビコント番組の場合全力でやるのは本番だけです。リハーサル段階では動きや段取りの確認をするくらいで、声を張ったり全部のネタを事前に披露したりすることはありません。流れを確認するみたいなイメージなのかしら？それに対しドラマの場合はコントと違いテンションやボケを本番にとっておくといった概念はないのです。リハーサルで全力という文化に戸惑ったと過去に明かしました。そんなに違うのか？塚地さんが文化の違いに驚いたのはいつも二人でのリハーサルの時のことです。塚地さんは当然台本を持ちながらやるものだと思ってリハーサルに臨みました。私でも台本は持っていくものだと思うわ。しかし主演を務める松たか子さんはセリフ量が10倍以上あるにもかかわらず何も持たずに現れます。塚地さんはそれを見てさすがに焦ったんだとか。女優さんからしたら台本なしが当然だったのかもしれないけど、塚地さんにとってはそうじゃなかったってことだな。認識の違いとはいえ、なんか申し訳ないことをしている気分になったのかもしれないぜ。芸人としても役者としても活躍して順風満帆って感じじゃない？特にトラブルもなかったんでしょ？実は全く問題なかったわけではありません。事件は2008年、塚地さんの原点とも言えるハネルの扉の1コーナーで起きました。裸の大将の主役に抜擢された翌年の話か。何があったんだ？スターだらけの大運動会の収録中、アスレチックに果敢に挑んだ塚地さんでしたが、転倒し左足の頸骨を骨折してしまいます。すねなんてちょっとぶつけただけでも痛いのに。全治2から3ヶ月の大怪我となってしまいますが、売れっ子となっていた塚地さんは当然治療期間中にもたくさんの仕事がありました。座り仕事じゃないどころか、むしろコントではよく動く芸人さんだし、俳優としての仕事も歩くことが多いよな。ひょっとしてドラマを降板することになっちゃったんじゃない？いいえ、逆に塚地さんが演じるキャラクターに仕事中に骨折してしまったなど負傷している設定が追加され、この危機を乗り切ります。途中まで収録していたら人を変えるわけにもいかないし、英断だったんじゃないか？塚地さんの骨折が原因で骨折した設定を付与されることになった。キャラクターは3人もいるんですよ。2から3ヶ月の間に3本の撮影が入っていたってこと？当時の塚地さん人気はすごかったのね。俳優業でも様々なドラマや映画と重宝され、芸人としても大活躍、マルチタレントとしての地位を獲得した塚地さんでしたが、本業の芸人活動の方は低迷してしまうことになりました。ドランクドラゴンのネタや塚地さんのトーク力で芸人として低迷するなんて想像しづらいな。どうしてそうなっちゃったの？一つは相方である鈴木拓さんに注目が集まったことが原因です。そんなにすごいブレイクをしていた記憶はないけれど、鈴木さんが注目を集めた理由は炎上でした。炎上って何があったかな？フジテレビ系の番組逃走中での鈴木さんの立ち回りがきっかけだったのです。街中に放たれるハンターと鬼ごっこをして逃げた時間分賞金が手に入る番組ね。長く逃げれば逃げるほど賞金は大きくなるが、どんどんハンターが増えたりして難易度が上がっていくんだよな。捕まったら賞金は0になっちゃうから、スリルがあって楽しい番組だわ。鈴木さんは番組中仲間を裏切って賞金を獲得し、その後の言動も相まって炎上します。さらにアイドルとの絡みなどをきっかけとしてさらに凄まじい炎上を経験しました。凄まじい炎上ってどんなものだったの？鈴木さんのブログのコメントにおよそ7000もの誹謗中傷コメントが殺到したのです。7000人に悪意のあるコメントをされたら普
通の人ならまいってしまうぜ。鈴木さんは炎上請負人と言われるなど、今と比べて炎上が珍しかった時代に、炎上といえば鈴木拓という印象を持たれるようになりました。ひょっとして塚地さんはその巻き添えを食っちゃったってこと？いえ、そうではありません。むしろ塚地さんは人柄も良く、マルチに活躍しているがゆえに人脈も広かったのですが、インパクトという意味では弱かったのでしょう。たとえ炎上であっても、注目は注目ってことか。鈴木さんが逃走中で炎上したのと時を同じくして、ハネルの扉の放送が終了してしまいます。大きなレギュラー番組がなくなったのも、影が薄くなったと言われる原因ではないでしょうか。塚地さんを象徴するような番組だったもの。そういうイメージになっても仕方ないわ。ハネルの扉終了後は、地上波や全国放送でのレギュラー出演は、減ってしまいましたが、ネット関連、BS、深夜帯の出演が途絶えたことはありません。事件を起こして謹慎を受けたとか、偉い人に目をつけられて干されてしまった、というわけじゃないのね。むしろ塚地さんはひな壇に座っていると、番組を盛り上げる役割を担ってくれるし、多くの番組で起用したいぐらいだと思うけどな。テレビドラマ、映画の撮影は長期間拘束されますし、撮影期間中に他の番組に出演するスケジュールは組みにくいのでしょう。塚地さんは売れているけど、スケジュールを過密にして、目いっぱい働くよりもバランスよく働くことを選んだのかもしれないわ。じゃあ、消えてしまったとかそういう事実はないってことか？ここ数年はドラマと映画合わせて年間4本もの作品に出演した年もあるなど、むしろ俳優としての活動は今も順調です。消えた、というのはあくまで地上波での出演機会が少なくなってしまったというだけなのね。まあ視聴者が主に見ているのは地上波だし、そこでの出演が少なくなったら、消えたって思うのも無理はないのかもしれないな。じゃあ今も大活躍で、人気の芸人さんではあるのね。何をやっても大活躍、というとやや語弊があるかもしれません。何か失敗してるのか？あまり知られてはいないのですが、塚地さんは2018年からグラリオサ男、という名義で YouTuber としても活動していました。名前のインパクトがすごい。グラリオサ男さんは、ダイエット企画、おすすめ映画紹介のほか、その人脈を活かして芸人、声優、アイドルなど様々な人たちとコラボをしています。グラリオサ男の字面に目を奪われそうになるけど、企画としてはどれも面白そうなものばかりじゃないの。しかし、2年間でチャンネル登録者数20万人という目標を達成できず、2020年12月末にチャンネルの活動を休止することになってしまいました。芸人さんとしてやってるなら、スタッフさんも抱えていただろうしな。人気を獲得できなかったならしょうがないぜ。塚地さんの芸人としての実力が不足していたとは思えないけど、ひょっとしたら塚地さんのインパクトの弱さみたいなものが原因だったのかもしれないわね。もう少し早く知りたかったぜ。知っていたらリアルタイムで見ていたと思うしな。現在、大阪府泉佐野市の観光大使にも就任した塚地さんは、青春時代を過ごした地で、泉佐野こそ我が人生、こ、名が完全に落ち着いたら、日本全国、世界から来てもらえる素敵な市、魅力ながら PR したい。と意欲を語っています。塚地さんが盛り上げる泉佐野市にも注目だぜ。これで本日の紹介は終わりになります。いかがでしたか？すっかり懐かしい名前くらいの感覚でいたけど、現在進行形で活躍していることが分かって嬉しくなっちゃったわ。これからも俳優業をメインに活動するのかな？ Twitter とかもチェックして、今後の活躍を見ていきたいと思うぜ。消えた消えたと言われがちな塚地さんですが、メインで活躍している場所を芸人から俳優に変えていただけだということが分かりました。2022年8月公開予定の映画にも出演が決まっているので、興味を持ってくださった方はご覧になってみてはいかがでしょうか？本日も閉店させていただきます。ミルでした。